降りて、はい、病院がいる。病院どうですか？ちょっと下ぎっくり腰みたいな感じで、あ、お前の方やるからか。とりあえず安静って言われたんですけど、無理なんで安静にしてる場合じゃないんで、明日はなんかリスクを背負って頑張れみたいな感じでした、先生は。